はい。それでは11月の2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。環境で成果は変わる。勉強時間を作ることができても、環境によっては勉強ができません。私は自宅だと勉強はできませんでした。テレビをつけてしまったり、布団でゴロゴロしてしまったり、スマホでネットサーフィンをしたりしてしまいます。結果的に勉強しようと思えばできるんですけども、やはり勉強はできなかったですね。 え、これではダメだと思って、私は、え、毎日仕事が終わった後、え、そのままマクドナルドに行って勉強をしてました。え、私の場合仕事を終えるのが、ま、11時か12時ぐらいだったんですね。夜中の。なので、え、ファミレスかマクドナルドしか空いてなかったんです。とりあえず、マクドナルドに行けば勉強はできたので、毎日仕事帰りにマクドナルドに寄って、え、一杯100円のコーヒーですかね、を買ってですね、え、勉強をしてました。 また、駅のホームの待合室なども勉強しやすかったです。あなたも勉強できる場所を探してみましょう。集中して勉強できる場所を見つけないと、勉強しても実力が上がらないので注意が必要です。では、本日の問題に入ります。代理ですね。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合、B が売買契約をする前に、A が死亡した場合、 B は当該土地を売却することができない。丸かツかという問題ですね。A さんが本人で、B さんが代理人だと。で、本人である A さんが死亡したという状況ですね。で、答えはどうなのか答えは丸です。代理権っていうのは本人が死亡、もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します。今回の問題で言うと、売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので、 B は、当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅自由についての問題なんですね。で、代理権の消滅自由は、死亡以外に破産手続き開始の決定だったり、貢献開始、解約告知があります。で、お持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。ただ、この表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。 内容的にも、量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても、2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。では、どうすればいいのか。理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。で、まあ、今回ね、あの、理解の仕方までお伝えできればと思ってるんですが、やはり、ちょっと、え、解説長くなっちゃいますので、この点については個別指導で解説させていただきます。 で、問いに入る前にえ、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のえチャンネル登録のボタンを押して、チャンネル登録していただければと思います。で、え問いにですね、手付金額の制限についてです。え、宅建業者 A は、宅地建物取引業者でない B に、A 所有の宅地を1200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるかという問題ですね。で、今回は、 あの、まあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はですね、できてほしいということで出題いたしました。で、答えはどうなっているのか。答えは240万円ですね。え、ハッシュ規制の一つである、手付金額の制限についての問題なんですけれども、ハッシュ規制なので、 売り主が宅券業者、買い主が宅券業者じゃない場合に適用されるんですねで。その際、売り主業者が買い主から受け取れる手付金の金額っていうのは、代金の20%、これが限度なんですね。20%を超えて手付金を受領することはできません。したがって今回、代金って1200万円なので、1200万円の20%は、 240万円、つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とかであれば、それは宅検業法違反になるということです。で、問い3ですね。開発許可の問題です。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市外化調整区域内において行われるものであって、 当該開発の規模が3000平米以上である場合には、開発許可が必要である。丸かツかという問題ですね。答えはツです。開発許可は不要だということですね。結論から言うと、非常災害のための応急措置、これっていうのは開発許可が不要です。だから答えはツになるということです。で今回の問題は、まあ、それだけで解けちゃうんですけれども、開発許可には考えるプロセスがあるんですね。でそれを知らないと、引っ掛け問題に引っか,かかっちゃいます。 そして開発許可の要否であなたなりに答えを導くプロセスがあって絶対間違いない自信があるのであればあなたのプロセスを使ったらいいですそうでないなら弊社の答えを導くプロセスを使った方がいいです法律はルールに従って答えを導けば、まあ、必ず正解になるんですね必ず正解になりますつまり合格者はそれを知っていて不合格者はそれを知らないだけなんですね 合格者になるためにもえ答えを導くプロセスをどんどん頭に入れていきましょうそして弊社が教えている考え方答えを導くプロセスについてはえ個別指導でお伝えする流れになりますのでよろしくお願いいたしますで今回お伝えをした解説は無料解説になります卓剣合格に必要な関連ポイント理由付け具体例こういった理解学習については無料解説ではなくて個別指導で解説させていただきます もしあなたが達見合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについては、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧くださいで。勉強の仕方だったりとか、勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。で私のメールアドレスについては、この動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。 私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう 代理ですね。A が B に代理権を授与して A 所有の土地を売却する場合 B が売買契約をする前に A が死亡した場合 B は当該土地を売却することができない○丸か×かという問題ですね A さんが本人で、まあ、B さんが代理人だとで本人である A さんが死亡したという状況ですねで答えはどうなのか答えは丸です 代理権っていうのは本人が死亡もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します。今回の問題で言うと売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので B は当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅自由についての問題なんですねで。代理権の消滅自由は死亡以外に破産手続き開始の決定だったり 貢献開始、解約告知がありますでお持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。ただ、この表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。内容的にも量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。ではどうすればいいのか。 理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。で、まあ今回ね、あの、理解の仕方までお伝えできればと思ってるんですが、やはりちょっと解説長くなっちゃいますので、この点については個別指導で解説させていただきます。で、問いに入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録していただければと思います。で、問いにですね、 手付金額の制限についてです。宅券業者 A は、宅地建物取引業者でない B に、A 所有の宅地を1200万円で売却した際、手付金としていくらまで受領できるかという問題ですね。で今回は、あのまあ、記述式のようになってるんですけれども、まあ、実際、記述式は出ないです。ただ、これぐらいの計算はで,す、ね、できてほしいということで、出題いたしましたで。答えはどうなっているのか。 答えは240万円ですね。ハッシュ規制の一つである、手付金額の制限についての問題なんですけれども、ハッシュ規制なので、売り主が宅建業者、飼い主が宅建業者じゃない場合に適用されるんですね。でその際、売り主業者が飼い主から受け取れる手付金の金額っていうのは、代金の20%、これが限度なんですね。20%を超えて手付金を受領することはできません。 したがって今回、代金って1200万円なので、1200万円の20%は240万円。つまり240万円までは大丈夫ですけれども、例えば241万円とかであれば、それは宅建業法違反になるということです。で、問井さんですね、開発許可の問題です。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであって、 当該開発の規模が3000平米以上である場合には、開発許可が必要である。丸かツかという問題ですね。答えはツです。開発許可は不要だということですね。結論から言うと、非常災害のための応急措置、これっていうのは開発許可が不要です。だから答えはツになるということです。で今回の問題は、まあ、それだけで解けちゃうんですけれども、開発許可には考えるプロセスがあるんですね。でそれを知らないと、引っ掛け問題に引っか,かかっちゃいます。 そして開発許可の要費であなたなりに答えを導くプロセスがあって絶対間違いない自信があるのであればあなたのプロセスを使ったらいいですそうでないなら弊社の答えを導くプロセスを使った方がいいです法律はルールに従って答えを導けば、まあ、必ず正解になるんですね必ず正解になりますつまり合格者はそれを知っていて不合格者はそれを知らないだけなんですね 合格者になるためにも答えを導くプロセスをどんどん頭に入れていきましょうそして弊社が教えている考え方答えを導くプロセスについては個別指導でお伝えする流れになりますのでよろしくお願いいたします今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました明日の動画もぜひご覧くださいレトスのオノでした